心ちゃんっていうね、うちの事務所の先輩がいるんですけど、死ぬココ心ちゃんっていう、その心ちゃんが、美容室行ったら萌えちゃんの雑誌が置いてあったよってツイートしてくれたの。で、私が引用リツイートで、え、同じ日に髪切ったんじゃんって思って嬉しくて、同じ日に髪切ったよって言ったんだけど、そのツイートしてから、やばい、私、YouTube でみんなにびっくりさせようって思ったのに、言っちゃったって思って <laughs>、やばい、心ちゃん、 が同じ日に髪切ったの嬉れしすぎて、あーあああってなんかもう、なんかね、その、もう尻尾掘振って飛びついちゃったの。同じ日に髪切ったじゃんって思って。でも、やばい、私 YouTube でみんなにびっくりさせようと思ってたんだったって思って、そのツイート消しちゃった。<laughs> ごめんなさい。そのツイート消しちゃいました。そう。そう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 ,そう。そうそう <laughs>。なので、引用リツイートして消えてると思うけど、 もしかしたら、そう、心と喧嘩したんかって思われるかもしれないけど、違うんですってこと言いたかった <laughs>。言いたかったです。うん。ドッキリできないよりもさ、そう私、ドッキリとか、サプライズとかが超苦手。消したのそうそうそう、聞いてます、聞いてます。